とにかく私のせいでいろいろ迷惑かけちゃったね。ところで初めて洗濯したって本当？うん。あんまり家事とかしてないの？たまに夜食を作るぐらいかな。うちの姉もたまに夜食を作ってくれるんだけど、夜中にナンを焼くのはどうかと思うんだよな。料理なら私も少しは自信あるんですけど。そうなんだ。うわー、何その薄い反応。ごめん、そういうイメージなかったから。なんかムカついた。こうなったら今晩夜食作りに行くからずっと起きてて。寝てたら叩き起こす。材料とかどうするの？適当に探す。あ、エプロンないからまたジャージ借りるね。この格好で油跳ねると危ないから。行くおも誘っておくよ。じゃあね。あ、昨日はしけた顔してたのに、どんな状況でも楽しくやっていけるもんだな。